どうもこんにちは、こんばんは、シュシャです。ここごいかです。はい、ということで今回はベストナイン第3弾登場ということで、早速累計報酬である第3弾契約書を引いていきたいと思います。はいはい、ということで爆速で回収してまいりました。どんぐらいかかりました？4時間ぐらい、昨日の配信含め。なるほど。初日はね、まあ、何週かはねミラティブで生放送したんだけど、その後もね回ってくれたということで、まあ大体4時間ぐらいっていうことですね。そうですね。はい、なんでまあ大体バーって回せば、今全然やってない人でもそんぐらいで終わるってことで、うん、まあでもほら、あのキャラバンのガチャとかもあるし、結局エナジー的にはまあプラマイゼロぐらいになればいい感じかなっていうのは個人的に思ってるんですけど、そんな感じでした？いやー、まだあのキャラバン回してない、あのコイン回してないから。あ、なるほど。まあということで、まあそちらのねキャラバンのコインについては、まあ多分これからね生放送とかまあやれればいいかなっていう感じですか。ということで、まあ前置きはこれくらいにして、はい、まあ早速引いていきたいと思います。はい、じゃあいきます。さあイカちゃん、誰が欲しいですか？まあ一番欲しいのは鈴木誠也選手で、うん、まあでも結構みんな欲しいかなって感じです。なるほど。スコーン。さあ誰が来るか。おお、内川選手です。なるほど。内川選手はね、多分あの去年の TS 横浜の時代のやつを持ってるんで、うん、まあ、継承させて、まあ、ホークス純正の方に入れていきたいと思います。なるほど、わかりました。はい、ということで今回はイカちゃんが累計まで引いてきたんですが、僕がまだね累計まで終わってないので、はい、もしかしたら生放送の方で YouTube の生放送ができればそちらで、ちょっとできなければ、まあ、ミラティブの方の生放送でやっていきたいと思いますので、事前には告知するつもりではいますので、まあ、そちらもね見ていただければと思います。はい、ということで今回はそんな感じで終わりましょうか。はいはい、ということでここで終わろうと思ったんですが、ちょっと動画の尺的にねちょっと短すぎたんで、今キャラバンがですね残り1周となっておりますんで、こちら進めてから僕も累計を引いて終わりたいと思います。よし、終わりました。あれ、あと1周だった。あ、やべ、あ、全然気づかんかった。あと1周やった。これやらかしたね。西武ライオンズ打ちに打ちました。大量リード。はい、ということで10周達成いたしました。でかかった時間と、まあ、どれぐらいのキャラバンコインが集まったかっていうのは多分今載せてると思うんで、まあ、大体1周でこんぐらいのコインが集まってこんぐらいかかるよっていうのはそちら参照にしてもらえればと思います。では最後にドリームキャラバン10周達成の報酬ベストナインタイトルホルダー第3弾の契約書を引いていきたいと思います。さあ僕の希望としてはやっぱ丸選手、鈴木誠也選手はもちろんなんですが、まあみんなね強い選手なんで、はい、ということで自分が絶対に欲しいという選手を累計で引きたいという方は高評価お願いします。ありがとうございました。